キャンプ行った。どこまでキャンプ？船橋。ナシジェッツ。ナシジェッツだし。こっちも見てもらっていいですか？はい、じゃあナシちょっと前出してもらっていいですかな？はいはい。キャンプちょっと2、3分しか入れないので。あ、はい。ありがとう。バイバイ。せーの。待て待て待て。ナイスショー。OK、ナイスショー。はい。この後ちょっと梨の方の試食を始めさせていただきようと思います。今ちょっと爪楊枝をいっぱいで取ってきます。少々お待ちください。わお。梨レポ？食レポ？食レポお願いします。ね。私ね、前回ね、もうね、うん、コッパみじんに負けてますから ね, ねもう前回って何最悪だったんですよ、去年の。あ、去年？去年の食レポマジでね、何も出てこなかったんで今日準備してきた。今日はね、ちょっとだけやりますよ。オッケー、お願いします。ちょっとだけかましますからね。楽しみ。よしよしよし、ね、やべ、今あげちゃったな、自分で。美味しい ね, ね。それではジジジジッツ千葉ジッツ、どうもマスクドオッチーです。本日はね、地元船橋の梨を美味しくいただきたいと思います。え、よろしくお願いします。まそくうまい、甘い、このフレッシュな果汁、ジューシーな果肉、これぞ船橋の梨。船橋梨、美味しい梨、もう言うことなし。拍手拍手拍手。うまい。オッケーオッケーですか？オッケーですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当に美味しいですよ。めちゃめちゃうまいですよ、これ。ジジジジッツ、千葉ジッツ。さあ、今日は船橋の梨の PR ということでやってまいりました。この梨、美味しかったですよね。とってもジューシーでね、一口食べたらね、口の中にブワーッと広がる芳醇な香りね、もうジューシーな果汁と、ジューシーな果汁、ジューシーな果汁とね、フレッシュな果肉ね、これぞ船橋の梨ね、美味しい梨ね、よろしくお願いします。梨。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。え、ちょっとあの、ちゃんと編集しといてね、編集。編集お願いしますよ。